メデナ王国、メデナ王国は今日も平和です。ルーナに似合いそうなピアスを、ピアスだったっけ、アクセか、見つけて買ったのにまだ渡せてない。去年結局やろうって言ってたことできてないから、今年は遊びたい。そう、なんかさ、ピンク色で、しかも月の形したアクセサリーだったんだよ。そんで、これルーナじゃんってなって、似合いそうだなーと思って買ったんだけど、結局渡せてないから、それも渡したいな。おおおお帰ってきてしまった。姫、ちょっと合体しませんか？あ、合体できるの？うん、合体。そう、上乗って。メレの上に乗って。上に乗る。うん。もっと、ちょっと待って、ちょっと、ニンジンが痛いですね。痛いです、すごい、なんかいいところでフィットしたのだけど。姫、ちょっと痛い。ニンジンが立ち上がってしまって。あ、そうそうそう。じゃあ、掴んで、一緒に、あ、そうそうそう、コロ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 。あ、これいい！うん、そうだよ、これ。あ、こっちは今日、おー、すごい！しばらくの間お休みをもらっていたんですけど、まあ、その時もね、すごいみんなたくさん、ほら、リプとかでね、励ましてくれたりとかしてくれたじゃん。いろいろね、言葉をかけてくれたりしてありがとうね。うん。もうすごい励まされたよ。励まされたし、で、そう、なんか、ルーナが、裏でさ、ディスコード送ってくれたりとかもしてね。そう、ちょっとびっくりした。嬉しかったし、すごい、すごい嬉しかった。ルーナ、そう、ルーナが、姫は優しいのだ。なんか、すごい嬉しかったから、でも、こういう時ってさ、なんて声かけていいのかわかんないっていう気持ちもなんかすごいわかるの。リプランとかで、なんて声かけていいのかわかんないって、メルちゃんが元気になってほしいけどっていう言葉とかもあって、まあ、それはね、すごいわかる。メルの周りでも不幸があった、こう何人もいるけど、わかんないんだよね。なんか自分なんかが声かけても、なんか変に気使わせるしとかね、思うと思うんだけど、でもね、ちょっと実感した。なんか関係ないんだなって。なんか声かけてくれたことがメルは嬉しかったから。まあ、もしかしたら声かけられるの嫌だって思うかもしれない、ね。そう思うかもしれない人もいるかもしれないけど、メルは嬉しかったから。もしね、メルの周りがそういうちょっと悲しいことがあったとか、あったらメルもそういう人になりたいなって改めてね思った。うん。でもだいぶ落ち着いてきて、今日もすごい楽しかったし、ちょっとこう前向きにまた頑張っていこうかなって思ってますっていう、ちょっとなんだろう、ツイッターでは報告できなかったので、まあ簡単にではあるけど、ちょっとしたご報告でした。ありがとうって言いたかった。あとは、そうだな。なんかこういうことあるとね、時間大事にしなきゃなって思うよね。うん。だから、なんだろう、みんなもさ、あの人何してんだろうとか、これやりたいなって思う時とかきっとあると思うんだけど、
本当に、思いついたら、すぐに、ぜひ、行動してほしいなって。本当にさ、いつ何が起こるかわかんないから。それは本当に、思ったね。ぜひね、きっと嬉しいと思うからね。お願いします。